セナビチャンネルです。講師のミシナです。講師の本田です。それとデッサンを再現しに来てくれた神和田くんです。今回はデッサンということで、一次試験が石膏デッサンか構成デッサンか選択制になっています。事前に神和田くんは石膏を選択したということで、はい、今日は石膏デッサンの再現を解説していきたいと思います。今年は何を描いたんですか？マルスです。マルスマルスですね、はい、マルスですね。どうですか本番と比べて？本番の方が光が綺麗だったんで、割とこう白くて綺麗な感じに描けたかなっていう感じです、うん、なんかよく入室すると光綺麗すぎてめっちゃ感動するみたいな聞くけど、うん、感動はした？いやもう感動しました、うん、いつもあの石膏に布がかかってて、本番始まるって時にバッて撮るんですけど、で毎回その僕なんかめくる瞬間になんか鉛筆削ってるとかで、ま、見てない、見れてなかったんだ。ずっと見逃してじゃあ一応文章を読んでもらえば、台上に置かれた石膏像かっこマルスを与えられた画用ボードに鉛筆デッサンしなさい。で、はい、デザイン科の一次試験の石膏デッサンと構成デッサンは7時間で1枚完成になります、うん、まずは早速動画の方を見ていきますか。はいはい、はい、ではまあ見ていきましょう。いきましょう。おい、これは今ざっくりポイントを取ってるのか。もう早めにとにかく全体感を出したいんで、ちょっとスピードを上げて描いてます。でも結構離れてるから画角からいなくなるけど、よくそれ大事だよね。はい、うん、もうポイント出たら離れるっていうの大事だよね、うん、なんかとりあえず置いてそっから判断するっていう感じでしたね。まあちゃんと直すっていう体でね、どんどん進めていくって感じ。もう最初から合うことは絶対ないんで、修正しやすい状況をね早く作るっていうのがミソだよね。いいね、早めに設置を抑えて。あ、そうです。あ、そうです。意識しました。俺やりました、はい、やりました。結構ねこういうバツって切られて台に置かれてる像とかは設置が大事になってくるから、膝とかで隠れがちだけど早めに抑えるの大事だよ。そうですね、もうね全部パーツで揃ってるから、あとはもうずっと修正って感じだよね。そうですね、うん、もうなんかデッサンは描くというよりは直し続ける作業っていう感じで、うん、構図とかはそんな困んなかった？まあなんかそうですね、両肩入れて、うん、頭ちょっと切ってっていう感じで、うんうん、1時間経過という感じですね。この段階ではどう、順調な感じだった？多分そんなに大きなプロポーションの狂いもないだろうし、もうこれはいけるだろうっていう。お、もう結構手応えを感じていた。そうですね、すごいね。じゃあ最初から落ち着いてできたんだね。今回はさ、よしって思って結構最初から手応えある感じで進めてると思うけど、はい、なんか現役とか一浪の時はどんな感じだったの？その時もうとりあえず書くっていうスタイルではあったんですけど、いかんせんその修正能力がないから、もうなんかぐちゃぐちゃのまま終わるみたいなのが多かったです。やっぱなんか修正する力みたいなのがよりついたって感じ、ね、筋肉の感じとかも描写し始めて、やっぱ筋肉いいっすよね。楽しい楽しい。ちっちゃい頃からこうマッチョのキャラの絵とか、うん、描いてたんで、ドラえもんマッチョにしたりとか、うん、あーやったことある記憶にあるよね。そういうノリでマッチョ楽しいと思いながら描いてました、うん、お、こすりが入った。そうですね、鍵側を。なんか自分的にその1日のプロセスはもうルーティン化してた？そうですね、もうなんかタイムスケジュールみたいなものをもう紙で書いておいて、うん、それと照らし合わせながら。じゃあ結構しっかり考えてたんだ。そうですね、もうデッサンはもうなんか修行というか訓練っていう感じで、何時になったら大体こするかなとか。そうです。じゃあこのぐらいの見え方になったらこすろうかなっていうよりかは、割とその時間に向けて手入れていくって感じだったの？そうですね、もういつまでもう直そうと思ったら直せるけど、うん、進めないと7時間では終わんないんで時間区切って。これ白いところはあんま書いてないけど割と残してるの、うん、わざと。本当はもうちょい書きたい、ね、そうなんだもうちょい書いて後から撮るとかの方が、うんうんうん、なんか結構光側って目を大事にした方がいいから、うん、最初にね潰しちゃうとちょっと後でコントロールしづらくなる。光側だと自分の画面もなんかちょっと白飛びしたりするから、そう、うん、たまに違う場所持ってってみるの大事で。そうですね、めちゃくちゃ離れました本番も、うん、大事大事。描いて途中で離れるんじゃなくて、離れてみて
近づいて書くみたいなイメージで、うんうん、じゃあ割と書く時間よりも離れてる時間の方がトータルだったら長いの意外と そこまでではないけどって感じじゃない。でもね、意識としてはもうそのくらいの、そうだね、それぐらいの方が今顔を似せようとしてるんですけど、うん、ちょっとまだ、うん、どういう感じで修正してる？パーツの場所だけじゃなくて陰影の感じ、落ち影の感じを出してみたり、うん、明度差変えてみたりっていう感じでいろいろ試して似せてます。自分でも分かんなくなったら体描き進めてっていう感じで、だんだん目が慣れてきちゃって分かんなくなってくるよね。そうなんですね。一つの場所やってると結構部分描きしちゃうタイプだったんで、うん、本番に向けてできるだけバランスよく進められるように。人によって結構さ、自分に似ちゃうとかあるじゃん、うん、結構、うん、なんか自分なりのこう自分的に分析してこうなりがちとかあった？あー、なんか普通にプロポーション的なあれで言うと頭でかくなりがちとか、うん、今顔が全然違いますね。まだ3時間経っても、うん、まだ粘って直してかなきゃみたいな感じ。そうですね、うん、ちょっとこの顔じゃやばいこの顔じゃやばい、終われない、これじゃやばい。でも結構その意識が常にあるのは大事だよね。これで大丈夫かもって一回思っちゃうと気づけなくなっちゃうよね。3時間ってことはちょうどお昼、本番はお昼食べた？食べました、うん、お腹空いちゃうよりいいかなと、うんうん、人によって食べなかったり食べたりって感じ、うん、私はパクッと食べれるものだけ食べた記憶ある。チョコだけ食べた私、うん、僕もチョコ食べました、ね、チョコも食べたんでしょ？チョコもラムネも食べましたラムネ、あとは？あとアーモンド、あとはなんかバランスいいかも結構で、そしたらクレイに気づける、糖分で集中力が大事大事、大事大事。お昼一旦冷静にね、ご飯食べるのとかも、うん、人によっては大事で、そうですね、結構細かい作業今入れてるけど、鉛筆変えたりはしてる？そうですね、もう終盤は HK を基本的に持ちながら、うん、午前中で乗せた BK のザラメを潰しながら形にしていくっていう感じですね。本番もなんかすごいテンション上がっちゃって書いてて、離れる時もなんか小踊りしながら離れてみた。小踊り？どういう？どういう？ちょっとその歩く時にこうステップ踏んでみたいな。でもそれでなんかさ、普通はそのハイな状態になっちゃうとちょっと危ないじゃん。受験中ってハイになると狂い気づけなかったり、うん、変な打足しちゃったりとか、それがないのはすごいね。小踊りしてるけど、うん、気をつけた方がいいと思う。みんなに小踊りはしてほしくないかな冷静だら、うん、冷静に小踊りする分にはいいんだけど、なんか自分が最終的になんかメンタルこういう状態に持っていけたらいいなみたいなのがあったの。やっぱ楽しく書いてる時がなんだかんだ一番自分はうまくいったんで、うんうん、そうだったね。なんか一時期楽しくないっていうスランプに入ってたことあったよね。そうですね、もうデッサンはその色彩立体と違ってこうなんか自分の考えを出せる場所でもないくて、うん、もう修行がもう辛くてやりたくないなって思ってたんですけど、まあ、でもなんか本番はもう特に綺麗な像で純粋に感動して描けたんで、うん、神谷田のメンタル的にはそれが大事だったんだろうなって見てて思うかもしれない、うん、でもなんか絵に出るからね、本番のその感じたライブ感みたいな。今鉛筆を尖らせて、うん、もう本当に最後の細かい仕事を あれだね、やするっていうか、あ、そうですね、ガチガチの HK で優しくファーっていう作業を、うん、でこう形の終わりをピシッと決めて、うん、精度が一気に上がり始めたね、うん、やったとこから、ね、現役一郎の時はこれができてなかったんで、うん、もうその汚い、そうなんだよ、ね、汚いってほどではなかったけど、なんかそれはそれでね魅力ではあったけど、こうゴリゴリって書いてしっかり最後こう落ち着かせることができるようになったよ ね、 そうですね。調整って感じ今、今この体の左半身右半身のこう奥行きを出そうという調整してる感じです。なんかカリカリしてるタッチで描くんだよ、光が。そうですね、うん、光当たってるところは図鑑をちゃんと出したいんで、うん、細かいタッチを積み重ねてる。最後のこのさ、細かめの作業みたいなの結構1時間とかやるって感じ？そうですね、補正と細かいところをもうずっと繰り返して、もうこっからもう楽しいだけ。うん、言ってたね、受験期にこの最後の作業のために前半やってる。わかるわかる、楽しいよね、こっからの作業。
もう見え方が決まりきってる状態で、うん、ちまちました仕事を楽しむ時間。やっぱでも結構さ、最初の方は似せるよりもそっちの方が正直楽しいから、うんうん、似せ切ってないのにそっち入っちゃってずっとこう細かくなって で直せなくなってみたいな時期もあるよね、みんな、うん、あります。だからなんかそこの耐えるっていうの、最初のベースはしっかり耐えて整えるっていうのはできてるからこその楽しい時間なんで、うん、あとは楽しめばいい、うん。でも結構この段階でもまだちょっと顔のパーツ修正したりとかはやりますね。全然最後まで結構ずっと直し続けるとか、常に疑いを持って、うん、でもその楽しむっていうのと疑うっていうののバランスがやっぱ大事ですね、うんまあ、今は1時間2時間ぐらいからずっと多分変わんないように見えるけど、うん、この修正とか調整が大事です、うん、です最後この最後の時間で最終評価が、うん変わるね、結構、うん、本当に結構変わるよ、ねうん、もう上手い人は多いんで、あとはどんくらいこだわれるかっていうところで明暗がつきます、うん、完成7時間お疲れ様でした、うん、これ再現も7時間書いたの？そうです、本番と同じ時間で。じゃあ同じ時間で、はい、かっこいいね、うん、いいっすねいいっすね、 いいっすね。いやなんか本番結構自分の中でも割と大量に近い一枚が描けたかなっていう感じでした、うんうん直前までさ調子悪い時とかもあったけど、最後本番に向けてめっちゃ上げていけたね。なんかそうですね、本番強いかもしれない。なんか楽しいんですよ、うん、初ナビで同じとこで描いてたんでなんか違うとこ行くと出張だね、出張遠足みたいな。そうです、テンション上がる。じゃあ結構最善の1枚が置いてこれたんだ。そうですね。でしかも評価も良かったと。良かったね。良かった。良かった。最初から最後までプロセスもすごい自然っていうか、うん、理にかなったプロセスを踏んでるし、安心して見れるプロセスっていう感じだったね。本当にそうだね。完成形もね、すごいガッて見えてほしい場所と、ふわっとそれなりに見えてほしいところの差っていうのが、うんうん結構うまいことできて、あんま見えてほしくない影の中とかも描いてないわけではなくて、うん、手は入れてるんだけど遠目でやっぱ離れた時にはちょっと見えないようにする、その具合が結構上手だなって思う、うんうん、言い残したことはない。最後に一言最後に一言言いますか。受験生の時に講師にいただいた言葉を言葉、勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし。バイバーイ